株式公開会社、カマーズは、ロシア連邦の企業である。ソ連時代に、公営の自動車工場として開設された。企業名は、以前の名称、カマ自動車工場の略号に由来する。当時は、コマッツと表記した。本社工場は、タタルスタン共和国を流れるマ川の下半の町、ナーベレジヌイエチルヌイにある。独立国家共同体最大のトラック製造会社であり、 車両を東欧、中国、中東、北アフリカへ流通させている。ダカールラリーでも7回の優勝を収めている。製造台数93,600台年。2006年時点、6X4 プライムムーバーカマーズマスタングはいくつかのバリエーションからなる軍用、多目的トラックファミリーである。このファミリーは第一世代カマーズトラックをベースにしており、 1980年代、初めから生産されている。マスタングでは、標準として急速用ベッドスペースがある3人乗り、キャブを装備している。キャブ下のエンジンを整備する際は、キャブ全体を前方へ跳ね上げる。キャブには、追加走行キットを装備することもできる。マスタングファミリーは、車軸構成が異なる、基本3車種に加え、全体で8モデルが生産されている。また、 自走兵器のベース車種としても使用されている。基本3車種、派生型カマーズ43,501、5,450、6,450、よび走行、キャブ付けカマーズ5,350、マスタングをベース車種に用いている兵器。ありがとうございます。